もレフリーの判断が優先されるべきものなので、はい、あまり細かいことを出し切らないと、はい、もう勝てないリーグになってきているので常に。そうですよね、はい、昨シーズンはこの両チームでコルビに入った。さあどうする、いきなりいや離してきた松島です。コルビから松島、高価なライン顔を出したのはコルビ、まだ離さない。ちょっと早めにパスして松島選手がサポートしてほしかったと思うんですけどね。バーナード・ホーリーは昨シーズンのこれペナルティーでしたね後ろ通すコルビの長いパス、そしてコルビ、さあコルビのキック伸びます、よく戻りました。これノーバウンドでキャッチ、すごい反応を見せてます。受けたんですけど落として、お南アフリカのヘッドキャップですね。逆サイドに離した、ドロップゴール、一覧見せたチャージーさせないぞ。ハイパント超ド級の高いキック、もう一応並木をはるかに超えるという、はるかに超えましたねしかしこのボール取れたのが172センチ。これでもコルビさすがですね、競り合い勝ちますもんね。優勝した南アフリカのチェスリン・コルビです。おお、まだ持っていきます、この下上に減る、まだ持っていきます、ショートサイド離した、表情変わりません。ホーリー、これは凄まじい突進でしたけどね、目立ちすぎる、そうですね、はい、でもこれをキャプテンです、サンケイン、フライスグキック、高いキックです、空中戦取った、コルビ勝った、パスうまいですね、まあ、これすごいこれですね、当たるっていうことの毎回出てるからなんですよね、たまに出てるいきます。さあ流れのパスはコルビに渡った、いや素晴らしい、最後抑えた、ダイパスいらなかったですね。でもあのダミーパスでフォーリーが開いた、この大きいんですモーションがね、準備できたらこの人がいるだけでこれだけ流れが変わるかっていう、いやキムスリンが出てる、キムスリンか、つながらないか、これがつながらない今日。さあここからモリア落ち着いて裏へ向いちゃうっていう、もう明らかなノックオンだと、はい、これ結局この後ですよね、吹いちゃったら
あレベルズでプレーしています。マルはニュージーランド出身です、はい、レベルズオーストラリアのチーム。すごい踊るようにダンスをするようによく見てます。陣形しかし高いチャージにあった。また胸に入った尾崎。接近して後ろに離して今度はダンスを出すチェズリー・コルビー。松島来ますね。ハイパント今度はコルビが走る。ハイボールの攻防、ここは少し長かったところタックルする。注目のリーグワン3シーズン目の屈指の好カード開幕戦。